リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、エコネット市民カフェでおなじみの新里義隆です。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、3月から始まりました新番組ことから未来、京都の寺社仏閣に学ぶ心旅では、京都の寺社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、寺社仏閣をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。出会いの縁日心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りをいたします。皆さん、改めましておはようございます。今日第13回ゲストは天徳院ご住職の明石碧秀様です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本当に今日はお忙しい中、そしてしかもコロナが、まあ、なかなか収まらないという、まあ、そんな状況の中でおいでいただきまして本当にもありがとうございます。はい、早速なんですけれども、天徳院のことについていろいろとお尋ねしていきたいというふうに思うんですけれども、まず簡単にちょっとご紹介いただけないでしょうか。はい、お寺は、京都市の東山区の、南の方に、大本山東福寺という、まあ、大きなお寺があるんですが、はい、まあ、その中に塔頭寺院というのが、たくさんあるんですけども、はい、まあ、その中の一つの天徳院というところになります。そこでお住職ということなんですけれども、はい、もうそのお立場お役になられてどれぐらい。実はですね、昨年の8月に就任したばかりで、まだ1年とちょっとということで、なかなか至らぬ点もあると思いますけども、よろしくお願いいたします。それまではそしたらどういう立場で。また、はい、東福寺の中の別のお寺の副住職をさせていただいておりました。はいはいはい。ちょっと立ち入ったことになるかも分かりませんけれども、はい、まあ、お寺のご住職ということなんですが、はい、もともと、まあ、家がそういうお家というではなかったんです、実は。はいはいはい、私の、はい、まあ、師匠、まあ、父になるんですけども、はい、まあ、父が、はい、まあ、もともと公務員だったんですけども、はい、まあ、40歳ぐらいになってですね、まあ、急な志を立ててですね、はい、禅の僧侶になるんだということでポッと修行に行っちゃったんですね。はあ、で、まあ、これから私たちはどうなるのかというような不安もあったんですけども、まあ、あれよあれよで、まあ、良いご縁をいただいて、もともと前にいたお寺の、まあ、東福寺のお寺に、はい、私もついていくという形 で、はい、で、まあ、そのまま私もその父の弟子になり、はい、まあ、修行に、まあ、今天徳院の住職をさせていただいているという、まあ、経緯でございます。ああ、そうなんですか。ははは、割とそういう、こうなんていうんですか、立場でご住職になれていく行かれる方というのは割と稀なんですか。でもないんですか。まあ特にね、他の宗派、まあ、はい、こちらは臨済宗ですけども、特にその世襲でしなければいけないという決まりもございませんので、はいはい、まあ、志を持っていただいたら、はい、どなたにでも、はい、まあ、そのような、修行は行っていただけますので、はいはいはい、それはありがたいお話ですよね。はい、ありがとうございます。それで改めてですね、天徳院の、まあ、由緒といいますか、はい、そのあたりをいろいろとお聞かせいただけますかね。はいはい、天徳院は、まあ、東福寺の塔頭寺院といってですね、はい、塔頭というのはそのご本山の、はい、東福寺、の、まあ、歴代住職の役目を、まあ、終えられた後に、はい、まあ、隠居されるお寺、はい、またはその方が終身で、ご住職されて亡くなった後にお墓が建った場所、はい、まあ、それをお守りするためのいおり、
とか祠ですかね、はい、まあ、そういったものが塔頭の由緒となるんですが、はい、この天徳院もあの東福寺の30代目のご住職、はい、無務一世禅師という方が、東福寺の住職の役目を終えられた後に天徳院に入られました。それが今から約650年ほど前の桃山時代、南北朝時代ですね、はい、はい、まで遡ります。600年ですか、はいはい、あと天徳院の、まあ今まさに、私来る途中にコスモスなんかをこうね綺麗なと思いながらこうね見てたりしたんですけれども、そうですね、あの天徳院のお寺の特徴は、あの、まあ、本堂の前のお庭があるんですけども、まあ、そこにあの、まあ、6月の下旬夏頃になると、あの綺麗に桔梗の花が咲きまして、はいはいはい、まあ、その桔梗の季節に合わせて、まあ、特別に皆さんに見ていただく機会も、まあ、設けているぐらいですね、あの非常に桔梗が綺麗なお寺で、はい、まあ、毎年たくさん の、 あの参拝者にで賑わっております。桔梗ですよね。他に何か特徴的なこととしては、そうですね、またあのもみじとかですね、はい、あのたくさんの木々がございまして、それぞれに花を咲かせたり、葉が色づいたりということで、はい、あのこれからの秋のシーズンにもですね、皆様にもお入りいただける、はい、あの機会もございまして、でその桔梗も、はい、あのしっかり手入れをしてやれば、ちょうど今頃ぐらいからですね、二度咲きの桔梗というのが、見ていただけますし、で今年は特別に、あの皆様に見ていただける機会もございますので、はい、まあ、あの自然のことなので、あの花がどこまで咲いているか分かりませんけども、はいはい、またそういった機会に、今年はあのそういった機会がございます。桔梗があってもみじというこんな流れでしょうか。そうですね、その 2種類が一緒に見られるかもしれませんね。あ、それはいいですね、はい、いつ頃ですか。そう、桔梗がまあ11月、まあ、多分無理だと思うんですけど、はい、持てば、はい、もしかしたらその桔梗の緑、はい、桔梗の紫とですね、苔の緑と紅葉の赤というですね、そのコントラストを楽しんでいただけるかもしれないですね。いいですね、ぜひ行ってみたいなと思うんですけれどもまあちょっとね、コロナの、まあ、状況が、まあ、どんなふうになっていくかというようなことにも、まあ、よってくるんでしょうかね、はいはい、まあ、そうですね、まあ、あのコロナの状況にもよりますけれども、やはり今こういうコロナと言われ始めてから、まあ、2年ほど近く経ちましたけど、やはりその中でね、皆さんやはりあの、まあ、コロナのに対しての恐怖もあってですね、まあ、いろんなことで心労が重なっておられるかと、はい、まあ、お見受けするので、はい、まあ、こういった、まあ、お寺に来ていただいてですね、まあ、そういった花々お庭を見ていただいて、はい、まあ、少し心を安らげていただけたらなという、はい、思っております。そうですね、はい、またあの特別公開なんかも予定されると、はい、いうようなことも聞いてるんですけど、はい、まあ、秋10月頃ですね、頃から、12月ぐらいにかけて、あの特別公開、はい、あの、お食事をしていただいたり、まあ、お抹茶を飲んでいただいたり、はい、まあ、夜はライトアップということもあの、考えておりますので、はい、いいですね、まあ、はい、あの天徳院のホームページもございますので、あの随時チェックしていただければと思います。あ、そうですよね、ぜひ一度チェックさせていただきたいなというふうに思います、はい、あと何かこう、まあ、秋ということなんですけれども、はい、まあ、四季通じてどんな何か特徴的な行事とかご紹介いただければと思いますけれども、そうですね、その桔梗の時期の特別拝観と、はい、まあ、紅葉の時期の、まあ、特別拝観、まあ、それ以外はあの非公開の寺院になっておりますけども、あの、まあ、東福寺全体で言いますと、あの、まあ、東福寺自体もそうですね、あの特別公開をしますし、あの名所がたくさんございますので、はいはい、あの、まあ、お近くに伏見稲荷さんとか、千住寺さんとかね、そういった大きな有名な場所もございますので、はいはい、どうかあのたっぷり時間を取っていただいて、まあ、ゆっくり散策していただければと思っております。お庭が何を置いても非常に綺麗な、そうですね、はい、お寺ということですよね、はい、分かりました、
話の途中ですけれども、ここでいつものように、音楽をお聞きいただきましょう。今日の音楽は八重の名も知らぬ花のように。時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり、地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。本日のゲストは天徳院ご住職の明石碧秀様です。後半もお話を伺ってまいります。いろいろと寺の特徴的なお話を聞かせていただきました。はい、今まあのコロナ禍で、まあ、世界中が本当にも大変なことになってます。まあ、あのお寺の方に訪れる方も少ないかと、だいぶ減ってるかと思ったりもするんですけれども、まあ、そうですね、なんか、まあ、もう京都に来られてる、ね、人自体がだいぶ減ってはいるんですけども、はい、まあ、たくさんの人に本来は、あのお越しいただいて、で、まあ、お寺としてもいろんなことを伝えていきたいというふうに、まあ、思っているんです。はい、まあ、そんな中であの、まあ、天徳院の歴史の中でですね、皆さんにちょっと知っておきたい、まあ、大きな出来事が実はあったんですね。まあ、創建以来、まあ、栄枯盛衰、いろんな
時代があったんですが、特にあの歴史上の大事件として、はいはい、記されていることが、まあ、実は起きているんですね。でそれはその桃山時代に天徳院のご住職をされていた文永清観という方にまつわる話なんですが、文永清観、はいはい、この方は非常に学問に優れた僧侶で、はい、あのその桃山時代ですから、まあ、豊臣家の時代ですね、はいはい、まあ、その豊臣家に、まあ、支持するという形で、はい、豊臣秀吉あるいは豊臣秀頼といった、まあ、大名の方に学問を教えておられたんですね、はいはい、でその時、まあ、その当時あの豊臣家ゆかりの宝光寺という、まあ、大きなお寺があるんですが、宝光寺、その当時は、荒れていたそうです、はい、でそれの再建に、まあ、取り掛からなければいけないということで、まあ、実際に再建が工事が始まるわけですね、はい、で、まあ、お寺ですから、まあ、大きな金もこれも新しくしようということで、まあ、金をまあこさえるのにですね、その、まあ、金に刻む名分を、まあ、その文永清観さんにですね、何か考えようということで、まあ、命じられてですね、豊臣家から、まあ、お寺から、お寺からですかね、はいはい、でそれで、まあ、考えられたまあ文書があるんですけども、はい、実はその文章が金に刻まれた文章が、はい、実はその、最終的には徳川家康の、まあ、天下取りにつながる一つの、まあ、きっかけとなったわけですね。はそれはどういうことですかね、はいはい、まあ、その金に刻まれた、まあ、文言の中に、まあ、はい、文言全体にはあの、はい、まあ、民の幸せをね、はい、まあ、願うような、まあ、国家の安寧を願うような、まあ、文章ではあったんですが、はい、その中の一節に、はい、国家安康、国家、はい、国の家、はいはい、で君臣豊楽、まあ、君主の君に御身、はい、はい、豊楽で豊楽ですね、はい、豊かな、楽しいですね、はい、こういう、ごめんなさい、国家安康ですね、あ、健康の康ですね、健康の康ですね、はい、はいはい、まあ、もうそれはね本当にその国の繁栄を願うような文面ではあるんですが、はい、これに徳川家、徳川家康が、まあ、いちゃもんをつけたと言われております。というのは、はい、まず、まあ、君臣豊楽の方から見ていただくと、はい、この中に豊臣家の豊と富の字がありますね、はいはいはい、そして国家安康の方にも家康の家と康があります、はいはい、豊臣家の方は、まあ、くっついて並んで書かれているのに、国家安康の家と康は離されているという、はい、これは、徳川家の滅びを願っているんじゃないかという、まあ、いわゆる、まあ、いちゃもんですかね、それにそれで、まあ、徳川家は怒ってですね、豊臣家に迫るんですが、まあ、それに我慢しきれなくなった、まあ、豊臣家の方が、まあ、大阪に陣を引くと、それが大阪の陣の、まあ、きっかけとなってしまったという、まあ、それは大事件なんですけども、その結果、豊臣家は敗れ、徳川家が、まあ、勝利して徳川家の、まあ、天下が始まるわけですね、はい、まあ、その、名分を考えた人が、まあ、その当時天徳院の住職をされていた文永清観というお嬢さんです、はい、まあ、そういった方がおられました。金に、国家安康君臣豊楽、はい、と、まあ、刻んだわけですね、そうですね、書かれたわけですね、はい、ははははは、家と安が離れてると、そうです、はい、もうその言葉の意味自体はすごくいいことを、はい、うん、あの記念されるような言葉ではあるんですけども、まあ、やはり、まあ、徳川家は、まあ、天下取りを、まあ、常々やはりですね、まあ、狙っていたのか、だけど大義が欲しかったのか、まあ、そこにこう、まあ、という、まあ、これは、まあ、説ではあるんですけども、はい、というふうに、まあ、伝わっております。というまあこともですね、そういうきっかけになっていったということ、そうですね、まあ、そういった話が、そのお寺自体は、お寺と金そのものは、そうです、はい、ね、金自体は今でも、はい、あの宝光寺にあれば釣ってあります。そしてその、まあ、国家安康君臣豊楽の文字も見ていただけるそうですね、はい、でその後、まあ、天徳院はそういった、まあ、経緯からあの、廃絶に追い込まれたわけですね。そしてその文永清観さんも、はい、まあ、しばらくの謹慎をさせられて、はい、まあ、最終的には許しを得て、得たというふうに聞いておりますが、うん、はい、まあ、そういった一つの事件との関わりが、
まあ、天徳院にはございますということです。はあ、すごいお話ですね。まあ、こういったことも皆さんにちょっとお伝えしてですね、はい、うん、あのそういうお寺の歴史とか、まあ、そういったものも、はい、あの知っていただけたらなという、まあ、そういう機会が早く訪れてくれることをまあ祈っております。はい、ありがとうございます。国家安康君臣豊楽、ぜひその鐘を見てみたいな、ついてみたいなって分かりますか。本当にはいいお話ですね。はい、ありがとうございます。あと国宝級のいろんな、はい、あ、まあ、財があると聞いてますけれども、まあ、天徳院には、うん、あの特にあの指定のものはなくてですね、はい、東福寺の方に、はい、あの国宝の、まあ、三門であるとか、あの、まあ、八棟ですね、十分級の、まあ、建物、十分かつ指定の建物、たくさん、あのすぐ天徳院の近くにありますから、ぜひともあの本山のご参拝もしていただいて、はいはい、天徳院の、まあ、綺麗なお庭もですね、あの皆さんに見ていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。とですね、まあ、ソロの立場からご本座の東福寺のこともいろいろとちょっと、はい、ご紹介いただければと思うんですけれども。そうですね、ご本山は、まあ、今から、750年、前ぐらいの創建、まあ、鎌倉時代の創建になりますけども、はい、円仁弁年という方が御開山、正一国師ですね、はいはい、その方が御開山で、もっぱらですね、やはりあの禅寺の大本山ですから、はいはい、あの禅修行の、ために建てられた、はい、まあ、お寺ですから、はい、その特徴というところでは、まず本堂は、はい、まあ、境内の中心にあるわけですけども、まあ、その一つ前に国宝の三門があったり、はいはい、そして法城というね、まあ、お寺にある建物が、まあ、一直線には並んでるんですが、はい、ただそのお寺の中心部をなすところに、禅堂というですね、はい、座禅をするお堂があるんですね、はいはい、まあ、これは修行僧が座禅をしてそこで寝泊まりもする、はい、あの建物が、まあ、すぐ本堂の横にあったり、はい、でその禅堂のすぐ隣には東司といっていわゆる東司、はいはい、これはお手洗いなんですね。あ、はいはい、修行僧が用を足すためのお手洗いがあったり、はいはい、そしてその反対側には浴室があったりと、はいはい、まあ、そういったこの、まあ、生活感のある建物が境内の中心部にドンとあるという、これがまさにそのこのお寺が修行道場であるということを物語っておりますし、まあそういった景色を見ていただくことで、あのまあその当時の東福寺のですね、あの雰囲気というのも分かっていただけますし、で東福寺の中に有名な通天橋というもみじが綺麗な橋がかかってますけども、はい、その橋も創建当時はなかったんですけども、はい、ただその橋がかかっているから渓谷になっているわけですね、はいはいはい、谷になって、でその谷の向こう側にその初代住職のお堂があるんですが、はい、まあ、その橋のない時代はそのお堂へ行くためにはその渓谷を降りて、はい、上がって、でまた降りて上がって戻ってくる、それを一日に何回もおそらくしてたんでしょう。 は、はい、ただこれでは修行僧の、まあ、労力を、削ぎますし、はい、でおそらく時間も無駄に使ってしまうと、その労力と時間を座禅に当てるという、うん、これはその禅の教えの、まあ、無駄をしないとか節制をする、うん、節制をするという、まあ、心のことなんですけども、はい、うん、食べ物物質的なものだけじゃなくて時間さえも、まあ、無駄にしない、はい、うん、そういった考えから、室町時代になってですね、はい、あの室町、幕府足利義満の時代のその側近であった高僧の、まあ、春屋明派という和尚さんが、はい、その橋を、まあ、架けようと命じて通天橋という橋がかかったんですね、はい、それ時間を無駄にしないというそういう視点から、まあ、そうですね、まあ、効率的にあの、はい、修行が行えるようにということですね。今はすごくあの観光名所の絶景のスポットにはなってますけども、はい、まあ、その橋でさえもやはり禅のため禅の修行のためですね、はい、そういったものがあの建物の配置であるとか形であるとか、はい、そういったものがあの見て取れますので、はいはい、そういう視点でまた東福寺を楽しんでいただけたら、はい、あのまあ、幸いですね。でそれぞれの塔頭寺院天徳院も含めた塔頭寺院も、まあ、そういった禅の、まあ、修行の流れからできていった、うん、
あのお寺ばかりですから、はい、そういったことも含めて、まあ、皆さんに知っていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。他人に橋をかける、そんなことが理由やったんですね。そうですね、決してその、まあ、もみじの、絶景スポットを作るためではなかったということです。はい、修行のため、修行のために時間を効率よくいくということで、はい、そういうことだったんですね。はい、今の特にコロナの対策みたいなことはされてますかね。あ、そうですね、特別公開、皆様にお越しいただくときは、はい、あのもちろんその基本的な、まあ、消毒であるとか、はいはい、あのマスク着用への、まあ、ご案内であるとか、そういったことは、あの徹底して、させていただいております。はい、分かりました。あの先ほどがちょっと気になってるんですけれども、あのあこれです、はいはい、これはあのラクスと、まあ、ラックスっていうんですかね、言うんですけども、はい、これはあの、まあ、本来 の, あの本式の袈裟僧侶は、はい、まあ、つけているのが正装なんですけども、ただ袈裟というのは大きいの で,、はい、でまあ、特にあの禅宗の僧侶というのは、まあ、法要だけしてるわけでもなくて、はい、まあ、いろんなこう、まあ、仕事もあるわけで、はいはい、そんな時にその大きな袈裟つけてるとちょっと邪魔になるの で, そ, ううで、ね、その大きな袈裟を、まあ、略したものですね、はい、小さくしたもの、はい、これを、まあ、ラクスというもので、まあ、いろいろ仕事する時に、はいはい、つけております。はい、なんか手作り感がちょっとあるような感じでね、いいですね。これもともと藍染めのもので、はい、あの、そうです、はい、使って洗ってるとこういう色になります。ラクスですね、はい、ありがとうございます。お話がつきませんが、そろそろ時間がやってきました。この番組ではお越しいただいたゲストの方に、あの未来につながるメッセージをお願いしております。はい、ご紹介いただけますか。はい、こちらは、各念無償とお読みいたします。これはまあ、仏教の言葉、禅語ですけども、禅の祖でありますダルマ大師のお言葉です。はい、まあ、ダルマ大師が、中国の武帝に、との会話でお答えされた言葉なんですが、まあ、優れた仏法とはどういうものかというふうに尋ねられたダルマ大師が各念無償と答えた。で、各念というのはこれはもうスカッと晴れた、ちょうどこの今の季節、秋のカラッとした青空、すがすがしい青空のような。で、無償というのは聖はなし、聖、うん、まあ、というのは、まあ、どういったことかというと、まあ、たくさん修行を積んだ、そういった和尚と、まあ、普通のそうではない人たちの間に何の分別もない、上下もない、善悪もないと、うん、何もない、そういう分別したものがない、スカッとした心境ということですね。まあ、今は皆さんコロナで、あのいろんな振動があると思います。はい、コロナ一つの考え方にいろいろああでもないこうでもないとお互いを責め合うこともあると思います。まあ、そういったことで心が疲弊しているんですが、どうかですね、人間の心にはこういった何の分別もないスカッとした心があると思いますから、どうかこのちょうどこの季節にカラッとした秋空を見た時に、この言葉を思い出していただいて、まあ、なるべくすがすがしく、まあ、これからアフターコロナと言われますけども、はい、そのように過ごしていただければと思っております。ありがとうございます。それではお別れの時間となりました。本日のゲストは天徳院ご住職の明石碧秀様でした。今日は本当にお忙しいところありがとうございました。 ありがとうございました。次回は第2日曜日10月10日のこの朝お届けいたします。それではお楽しみに。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りいたしました。